29歳ですよね、はい、うん、どうですか、あの春日さん似てますか、うん、似てるんじゃないですか、やっぱり、うん、ありがとうございます、まあ、自分で言うからね、本当かっていうの思ってましたけど、うん、長年付き合った、これ突然、それはどういうことなの、どのぐらいの期間付き合ったんですか。付き合ってたのは1年2ヶ月です。1年2ヶ月、はい、うん、付き合うきっかけはどんな。合コンです。あ、合コンで出会って、はい、彼氏はどんなタイプですか。じゃ芸能人でいうと、うん、溝端淳平くんに。あ、イケメンですね。いいですね。遊んでそうだなみたいなことは思わなかった。行動がちょっと怪しかったんで、うん、携帯持ってトイレ行ったりとか、はいはい、お風呂行ったりとかしてたので、寝てる間に、うん、携帯見たんですよ、うん、そしたら女の子とメールやり取りしてて、うん、実際にあのカバンの中から遊園地のチケットとか出てきて、うん、その後も、うん、あのカバンの中になんかコンドーム入ってる場所があって、うん、たまにこうカバンの中開けてチェックしてたんですよ、うん、そしたらある日全部なくなってる人が全部、いやだから全部なくなってる日があって、アンナさんだから遊ばれてたよ、うん、いや結局なんて言ってお別れになったわけですか。 LINE 送っても全然既読にならなくて、うん、ゲームで最高得点取りましたって、うん、なんかタイムラインの方に上がってくるんですね。ポコパンはやってるわけね。ポコパンやっててポコパンやってたんですよ、うん、で最高得点取ってて、うん、それでもう生きてるっていうことを確認するぐらいしかなかったんですけど、うん、なんかさ、不思議なのはさ、なんかこう、なんと言ったらいいのか分かんないけど、うん、さっぱりしてるとは違うんだけど、寝たら忘れる人いや、なんか悲壮感がないじゃない、この話。いや、もうなんとかゴムで、プライドもめちゃくちゃ傷ついて、私もう根に持ってるみたいな、怨念みたいな感じないじゃない、うん、感じないです。このゴムがなくなってたんですよ、じゃーんみたいな浮気されてたんですよ、じゃーんみたいな。もうそれでもどう遊ばれてたのか気になってここに来てるわけだもんね。そうなんですよ。リボン、でっかいリボンつけて